ったるいっすかねえ、やりましょう。最高だね。ねえ、うそテント立てようかテント立てよう。浜育ちねえ、新しいビールをちょっとやりましょう。ちょっとあ、ちょっとこれちょっと失礼します。はい、お願いします。いやーなー、あ、やべ、ちょっと舐めただけでめちゃくちゃうまいんだけどよいしょ、それだけで2錠飲めちゃういけるいける。じゃあか俺らは大人になったから帰らなくていいんですよこれはね、帰りなさいのことだけどね、こっから始まっていくんだね。じゃあ、テント立てようか。そうですね。
ックスペド。俺もとか前買ったやつね。そうです、俺はもっとちっちゃいやつ、ちっちゃいというかコンパクトなやつ。もう真冬の豪雪キャンプに備えて、うんうん、ちっちゃい方をここ決定いいっすか。うん、吸った吸った吸った。15分ぐらい経つと勝手にあ膨らむから、はい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 、最後そのシポシポでこれでね、うん、お酒マンの息吹をくせえじゃんくせえなったじゃんくせえ大吟醸であもう広がってきた、膨らんできた。最高だね、見てよ夕日、夕日やっぱ海いいね。桃か。桃。見て。すごい綺麗。うわ。心配だね。これはやったな。乾杯しか勝たんよね。そろそろ夕飯の準備を。ね。しましょうか。本日の食材がこちら。秋鮭っていうことよね。こちら視聴者様からいただきました北海道産の秋鮭でございます。ありがとうございます。それではこちらをさばいていく。よし、じゃあこれ水気取って料理していきましょう。ありがとうございます。真っ暗になっちゃったね。電気つけましょうね。点灯式ランタンをやっていきましょうか。じゃあ、はい、よいしょ。これはちょっと一杯飲もうかな。ビールを飲みましょう。魚カッチカチだったからね。体冷えちゃった。じゃあじゃあ、あなた、調理、お願いします、はい、だいぶ切り身、来てくれたね。ありがとうございます。明日の朝ごはんもあるからね。そうですね、一発目メニューでいきましょう。もう簡単なやつ、うん、もうただ、粉をかけて油敷いて焼くだけなんで。うまいよね、外パリッとして。そう、うん、うまい。おあ、ちょっと建築にお仕事。え、このマヨネーズを全使いして、うん、こいつをこっちか、これでタルタルソース作れる。これでこれでタルタルソースでちょっとやってください。タルタルしてんじゃねえぞっておかしいじゃん。マヨネーズ大好きなんだよね。何でもマヨネーズかけちゃうもんね。確かにかけてるね。舌がアホなんだよね。毎回かけてるよ。キューピーマヨネーズ派じゃなくてフラセレクトなんだよな、うん、違いが分かる男なんですね。そう、こっちの方がちょっと酸味が強いんだよ。はいはいはい、キューピーの方がね。はいはいはい、いやーいいよね、やっぱり外で作って食べるっていうのは。あ、すごいいい匂いする。あ、それだけで飲めちゃいます。飲めちゃうやつですね。うん、2合いけるね。
いいですか、じゃあそれで今日は一生終わるからまだ諦めない。そのあのマージン取ってるからちゃんと2号でね、2号で8号マージン取ってるからこっちはそう言われるの見越して毎回ね、みっちゃんのところで言われるからね、そうこれだけでいけるわっつって絶対そしろっつマージン取ってくことを覚えて風がないからよかったね。ね、本当は焚き火やろうと思ってたのにね、うん、風予報だったから泣き上手さんに変更したんだけど、焚き火でやってもよかったね、うん、下手すこれちょっと待ってねすっぽりハマっちゃった、ね、ちょうどいい。ムニエルって初めて作るの見るかもしれない。うん、俺も初めて作るかもしれない。こんなに簡単なんだよね。ねえ、これがまあしかもこのちょっと待って、これ明日の朝ごはんの腹もなんだけど。そう。いいけど、俺はいいんだけどね。出た。すいません。これだけ明日の朝焼いて。腹もでやっちゃおうかな。ほうれん草がと最強焼きの最強の味噌を作っていきましょう。山田君最強焼き好きだもんね。最強焼き好きだね。白味噌なんだ最強焼きってじゃないかなと思われます。みりんと酒は1対1ぐらい。そう、全部多分同じぐらいでいいと思う。うん、今日はあのシティックスガーになっちゃうんですけど、スティックシュガーになっちゃうんですけど、ちょっと怒られるよ提案で言われるよ言われるね、これはさすがに。これ提案で案件ですけど、提案で案件だね。美味しくなってほしいですね、これは。俺の朝ごはんが一緒に並んでる。いいっすね、いい匂い。うん、弱火でじっくりじっくりいきましょう。よーいしょっと。いつも山田君の撮影して飲めないから。ごめんなさい。キリン特製レモンサワー。本当はねビールが飲みたいんだけど、あとビールが1本2しかなくて、やっぱムニエルは。ビールで行きたいなと。あ、なるほど。じゃあ、失礼します。どうぞ。聞く。明日の分もあるんで、今日は大盤振る舞いしていいですか。うん、食べきれる分にしようか。わーお、お汁がね、ちょっと全部いけるか。いやー、よいしょー、はい、よいしょ。これで包んでいくんだ。しましょうか。ココスじゃん。ホイル焼きにしたらどうかな。どうなんだ、ホイル焼きにしてみる。いや、こどうなるか。ここでとりあえず漬けときましょう。はい、その間にムニエルができるかも。そうですね、行きましょう。よいしょ。わお、いい感じですね。うまそう。いいね。食べますか。食べましょう。いや、いいっすね。ムニエルってどこの料理なんだろう。どこなんだろうね。あ、うまそう。うまそうですね。うまそう。じゃあすいません、いただきます。朝ごはんから行こうかな。あー、うまそう。いただきます。うん。うまい。うん。うまっ。
抜けちゃったエッチですね。うまい。あだすじゃあちょっと飲みすぎてるんですけどいつもお疲れ様です。よいしょ。なこれ波の音が、幸せだね。オホーツク海がないのオホーツク海がね、ジンギスカンのやりたかったね。北海道だったら確かにね、うん、お、何お客さんが来たんだけど何なんてバッタなんだろう。なんだろうね。なんか秋の虫っぽい。ちょっと出ちゃってる。乙女出ちゃってるじゃん。申し訳ない。皮が結構パリッとしてるから美味しいよね。焼けましたよ。流し込んで流し込んで。乾杯。次は何作るんですか先生。いや今度はね、あのこの前みっちゃんに教えてもらったキノコのめんつゆバターあったじゃん。あれめちゃくちゃうまいよねあれにもなんか秋鮭乗っけて行ってみようかなと。エクストリーム入っちゃう。エクストリームしましょうか。インスタのシェアしてくれる人で、うん、メンションくれた人でそういう作り方してる人で、いやめちゃくちゃ秋だなって。なるほどね。ヒラタケめっちゃうまい。あれそんな丸ごとおじさんで行く。行きますよ。大胆ですね。よいしょよいしょ。今ヒラタケとシメジ。ヒラタケシメジマイタケ。マイタケ。おに。わーお。よいしょ。ペロリだね半身なんて。よいしょ。またまたです。切って。ちょうど絡むぐらい、あ、飛んじゃった。すいません。すいません。おばあさん。よいしょ。これをちょっとくるんじゃって、はい。ココスにするんですね。そうですね。くるんでそうですかね。上手やって。はい、いけるいける。いける。乾杯しようか。そうですね。なくなっちゃう俺。ヤマト君のビールに突入するかもしれない。プライベート。行ってみますか。めちゃくちゃいい香りしてきてる。ね。うわ、いい匂い。プルプルプルしてる。ああ、やってますね。ああ、いいっすね。でこいつちょっと横に避けて。うん、育てつつ、うん、育てつつ最強焼きも行きましょう。お願いします。邪魔だな。ああ沈んでる。すごいよマサルさん。よいしょ。うわー、じゃあうまそうですね。
じゃんいいじゃんいいじゃん。まあめんつゆきのこバター秋鮭を添えて。行きましょう。ちょっとキノコからどうぞってかな。巻いたけど締めちゃう。うん。うん。じゃあ私キノコと鮭一緒にいっちゃっていいですか。うん。あ、うまっ。鮭もいっちゃうじゃん。あ、柔らかいね。ね。蒸し焼きだね。うん、あ、パクも合うね。持ってきますよ先生よっしゃーよっしゃー視聴者さんが送ってくださっていいっすか。お願いしますよやめて今日許可はいらないよじゃあ行きます。お願いします。ありがとうございます。あ、いいですか。すいません、ちょっといいですか。申し訳ないです。はい、ちょい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 。ありがとうございます。じゃあ、ふっくん、ソータに。やばいやばい。うわぁ、酒だね。酒ですね。だけど、すっきりしてんな。すっきりしてる。なんだ、これ久々に涼しくなってきたから缶につけるのもいいっすね。缶につけます。缶つけるのもね、美味しいやつだよ、絶対に。うん、うまい。純米酒大好きやん、うん、じゃあちょっと最強焼きともちょっとピストンしようかピストン、ピストン、シャトルラン、シャトルランちょっとこの左手で注がれつつ、あ、いいですね、右手で最強焼きを器用ですね、いじりつつ、うん、ちょ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 、いただきます。どうぞ。うん、どう使ってる。うまい。うまい。うん、いただきます。味噌効いてんね。うん、うん、効いてるね。うまい。これはポン酢ですね。おじさん、おはようございます。わーす、よいしょー、金メダル。わーす、わーす。ちょっと皮も食べていいかな。どうぞ。あ、あ、全部あ、抜けちゃったごめんなさい、失礼します。めっちゃ日本酒だ、うん、またこの最高に合いますね、日本酒おー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 、めっちゃうまいよ。平竹、いただきます。みっちゃんから教わってからもうはまりまくってるもん俺、うん、めんつゆとバターでこうなっちゃうんだもんね。うん、うん、ねー、腹の秋鮭ね、うんうん、って思ったら今あのキノコの芯の部分だったんやけど
ありがとうございます。よいしょ。あらまーす。アツキャンも行きましょうか。アツキャンもいいですね。ここでなんか後でアツキャンやるのもいいんじゃない。ツインドライブ。ツインドライブで。じゃあ GN 粒子ばらまいていきましょう。キノコ日本酒だな。ビールも美味しいけどね。ねえ、秋と北海道を堪能してるのね。え、絶対北海道行こう。うん、全国行きたい。どっから音したそれ。どこの音。たま扱いやりますか。いいですか。焼き上手さんで扱いやってみますか。じゃあ、お願いします。失礼します。よいしょ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 。いきますよ。おいしそう。お願いします。例のもの出してくださいよ。いいっすか。よいしょ。あの、こちらも同じ視聴者様にいただいた、うん、いくらちゃん。うまそう。あすごいすごい。いいですいいです。津軽町の冷や。よっしゃ。うまい。うまい。津軽も楽しみですね。うん。うん。おお、まだ熱感できてないよ。飲む？え？気づいちゃった？申し訳ないです。乾杯する人がいないな。やべ。よいしょ。あらフェイタス。どういうこと。程よく酔っ払ってきてますね。うん。あらあらあらやだ。行きましょう行きましょう行きましょう。あ、違う違う、暑いぞ暑いぞ暑いぞ、これ暑いぞ。あー、よいしょ。あー、よいしょ、いける。よいしょ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 。キャッキャッパイー。おぉ、これだよ。うん、これだよ。からのからの、からの、うん、うわからのシャトルラン。ピストン50センチシャトルラン。日本記録保持者なんで。